ちり鍛えて差し上げます。役に立たトゲばかり。まだ先が役に立た日々の訓練が勝負を分けますよ。戦場での活躍を期待していますよ。何か手伝ってくれるのか？二人とも頼んだぞ。私に任せておいて。やっぱりメルもやらなくちゃダメかな。作業は皆で分担し、何か手伝ってくれるのか？二人とも頼んだぞ。分かった、力を貸そう。承知しました。取りかかる、迅速です。作業は皆で分担しないとね。何か手伝ってくれるのか？この二人と一緒なら心強いな。マヌエラ先輩と一緒で心強いです楽しくなってきちゃいますね。ええ、歌劇団を思い出すわね。歌って踊れるだけじゃないところ見せてあげましょう。私たちにかかればほらこの通り。でも大丈夫ですよ。作業は皆で分担しないとね。空腹は一番の敵です。手順通りできたぞ。味もかなりいい感じだ。これ私かなり好みます。あなた知る、驚きました。とっても美味しいわ。私好きよこういうの。お腹が減ったらまた来てください。
どの戦場に向かうんだ？戦いが始まるな。全軍撤退。ただし整然と殺気を振りまいて。この劣勢だ。無茶するなよ。さあ、早く手を貸すのです。一つもらってく。俺はどうすりゃいいんだっけ。俺が援護する。待ってろ。さて、一働きと行きますか。援護を要するようですな。どう。Hey!
し訳が立ちませんね。よろしいですか。殺し見ていなさい。少し休んだろ。戦でしたな。命があるだけよしとしましょう。まだまだこの程度じゃ満足できないな。の結果を教えて、ヒューベルト。は、どうやら闇にうごめく者どもの仕業ではないようです。名手クロードとクロスタール伯、二人の凶暴によるものに間違いありません。つまりこの包囲作戦の絵を描いたのはクロード・フォン・リーガン、あの男だというのね。まったく厄介なものが新たな名手となりましたな。前リーガン校の跡継ぎがいなかった頃は次をめぐって諸校が策動していました。が
クロードが突然現れて次の名手の座に収まってしまった。それはそれで騒乱の種になるかとも思いましたが、ここまでまとまるとは。しかも仲が悪いように見せかけてこんな策を企んでいるのよ。為政者として優れているだけならともかく、策略家として動かれるとそんな策略家もベルグリーズ博の手腕は読み違えたようです。今のうちに思い知らせてやりましょう。策では覆せぬ国力の差というもの。いいですよ。どんな仕事でも息抜きは必要ですからね。たまたま暇なのでいいですよ。これだけのんびりできそうなら陛下も連れてきてあげればよかったですね。陛下って横顔が一番美しくないですか？あ、すみません、ふと思い出しただけです。陛下がフォドラを統一し改革を果たされ夢を叶えられる、それが私の夢です。はい、無力感に苛まれることってないですか？いえ、別に私の話とかじゃなくて。なるほど、有意義な時間でした。どの戦場に向かうんだ？
やるか。私たちの力で守りきってみせる。下がってくれ。見ていなさい。この戦力差、俺が覆してやるぜ。に使ってくれ。死んでは元も子もありませんもの。やって愚かな。Stop it!
ます。役目を果たして参りましょう。予定通り行くわよ。私のこの程度の防御軽く打ち破ってやりましょう。悔しい、足を引っ張っちゃった。私の名をとどろかせます。邪魔だ。無事遂行しました。さて次は、ここはもう問題ないな。一つもらってくぞ。これが傭兵だ。クラウド。その身に刻んどけ。問題なかったな。素晴らしく警戒すべき力ですね。制圧だ。好きに使ってくれ。傭兵だ。その
存に刻んどけ。ここはもう問題ないな。やっぱり守るのは性に合ってねえな。ま、勝ったけどよ。この力でもっと戦果を上げてやる。まだまだ。物資は軍の命、大切に使いましょうね。何にでも必ず使い道はあるはずです。いらっしゃい。こんにちは。あら、いらっしゃい。こちらですね、こちらですね、こちらですね。いい品ですよ。またのご来店を。どの戦場に向かうんだ。やるか。ここまで戦ってきた俺たちの力、存分に見せてやろうぜ。私は策を講じさせてもらいますよ。見ていなさい。少し休んだろ。我らが栄光のために進軍開始。
なかなか悪く。砦一つもらってくぞ。期待して待つがいい。存分に楽しませてくれたまえよ。貴様、ただで済むと思うな。ここまでか。あとは頼む。Yeah.
ありがとう。もう厳しい展開になっちまったな。戦いが終わった時に立ってなきゃこの戦果も意味をなさないさ。まさに一騎当選の活躍ね。あなたがいてくれて本当に良かった。私の波動、帝国の宿、勝利の道よ。なかなかちっとは強くなり。戦果を上げるぜ。私たちの道、下がってください。誰にも阻ませはしない。少し休んだろ。先陣は俺に任せてくれよ。Yeah!
いで引いちゃ話にならねえ。俺たちに月があったみたいだな。そうだな。